武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、京都産業大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間、60分で大問5題ですね、出題されています。で、回答はマーク、方式ですね。で、聞いてくるもの自体は本当に基礎の問題が多いですが、まあ、正誤問題、が、毎回大問1個丸々出てきてたりしてますので、このあたりに関しては、まあ、早めに、過去問とかに触れたり、して慣れておくといいかとは思います。で、ただ聞いてくること自体は割と本当に、基本的な内容が中心なので、この形式に慣れてるかどうかっていうところ、に尽きるとは思います。で、参考書のレベルとしては日大レベル、ちゃんとやっておきましょう。で、地図問題など、も出てきたりしますので、地図や年号など基本知識入れるものに関しては全部、トータルで強化していくように心がけてください。で、大問が多い分いろんな時代いろんな地域出てきますので、まあ、この辺りに関してはですね、で、近現代の話も割と出てきますので、苦手分野を作らず基礎をちゃんと、全範囲まんべんなく入れるという意識を持って学習するように心がけてください。以上が世界史の勉強となります。